キューブです。ピータッチデザイン&プリント2っていうのがあるので、これをあれ明日天気になれ。こちらはラベルプリンターのピータッチキューブです。すごい。何がテプラだよね。はい、テプラです。何がすごいのかというと、おう、ちょっと開けてみたいと思います。よし、どうやって開けるんですか。あー、そっからだ。大変だね。ピータッチキューブ、おー、ピータッチキューブ、おー、パソコンとスマホで、うん、出せない。おー、キューブだ。キーボードがないテプラですね。あ、これが、うん、36mm のテープがまずついてます、うん、あー、36mm 結構太いですね、はい、これが24。あー、へえ。12もあるよね。あ、これ電池だった。これ電池。説明書と充電器。お、あ、ホザダムすごいって言ってたのは何がすごいですか。普通はテプラは、はい、テプラはなんか白と黒文字じゃないですか。はい、でもこのゴールドとか、はいはい、幅がすごい広い36mm とかなので、はい、なんか瓶に貼る、うん、例えばこんな感じの、商品に貼るラベルも作れちゃう。じゃあまずは充電していきます、うん、はい。あれ、どうやって開けるんだっけ。これです。で、うん、ここに電池を入れるところがあるので、うん、外して。めっちゃ壊しそうですね。使う前に壊しちゃいそうです。このバッテリーをこの向きでこのように入れます。なるほど。で、バッテリーカバーを取り付けます、うん、本当？違う違う違う、合ってた合ってた、さっきのね。違う違う違う。マジで酔ってんのか。見えないですよね。うん、そうですね。こっちが来たよ。本当に。ケーブルが入ってるんだよね。はい、これがケーブルです。はい、タイプ C でいいですか。のケーブルですね。のケーブルです。はい、ここです。おお、出します。おー。充電できました。赤いランプがついてますね。はい、これで充電。まずはカセットを入れます。テープを入れます、うん、一番大きいやつ入れます。36mm、線向き、テープの先端が。おー、で、閉めて、カチ、電源を入れます。お、電源はここですね。あ、本当だ。うん、ついた。つきました。お、で、モバイル端末から印刷するってなってるので、うん、携帯で。うん、じゃあ、ピータッチデザイン&プリント2っていうのがあるので、これをインストールします、うん、で、これで、うん、ピータッチデザイン&プリント2が、ラベルのテンプレートや使い方提案が豊富なアプリで、うん、とりあえず、
もう一個あるアイプリント&ラベルっていうのが、ラベル上の好きな場所に文字や画像も配置できる。画像？プリントでそんな機能あるのかね。ことなんですかね。バーコードも作成可能です。あすごい。QR コードとかもいいのかな。そうです。なんか QR コードを共有できるらしいです。じゃあ開きます。はい、OK、はい、大して読まないで OK しております。普段の癖がバレました。はい、大体みんなそうです。はい、型番が PT-P910DT なので、設定して早速使ってみましょう。あ、アプリ開いてですね。はい、オリジナルラベル作成、してみますか。とりあえずこんな感じで、テンプレートからいった方がいいかな。ネーミング、ああいいね、ネーミング、アウトドア用アウトドア用品ネーミング、ああいいでしょ、いいでしょ、いいですか。いや、なんかこんな感じの、あーちょっとロゴっぽくなってるの。はい、あ、そこの文字情報だけ自分で変えれるみたいな。すごいじゃん。あ、ダメだ、これテープの長さとか。ああ、いいのか、これを選べばいい。あ、でもこっちが36だよね。はい、だから36のやつにし、ああ、そういうことか。どうすればいいんだ。おーおー、で、テープの色が、何にしましたっけ。え、透明テープなら、あ、透明っぽいよこれ。違うかな、透明の艶消しだ。これ艶消しっぽいですよね。透明艶消しに白をプリントしたりできるんだね。そういうことです。これで、閉めた方がいいよ。はい、閉めました。え、これで文字をどうすればいいんですかね。どうやってこれ変えるんだろう。できた。お、簡単じゃん。じゃあ、マスミさんは、すごい、いきなりブランドみたいになってきた。印刷設定。ああ、そもそもね、このこいつと繋がってるのかと、この携帯が。はい。繋げた覚えはないぞと。全く繋げた覚えはないので、今から繋げていきます。どう繋げるの？Pタッチと繋ぐ前に、Pタッチの電源を入れる。入りましたね。で、この緑色の LED がゆっくり点滅していることを確認してください。あ、してるしてる。はい。で、次へ押します。で、Bluetooth をオンにします。あ、なるほどね。Bluetooth をオンになってます。で、押します。で、Pタッチを探します。おー。楽しい。そうだね。すごい。で、余白はこのままでいいのかな。え、テープの自動検出ってある。おー。テープの自動検出をすると。やってみ？やってみ？勝手にここのテープ。透明艶消しだよとか出るのかな。あ、色検出に対応してないか、設定。ああ、そうすか。はい。じゃあ、一回完了。じゃあ、印刷をしてみます。よっしゃ。いきます。おい。バッテリーが弱くなりました。充電してください。印刷。お、Bluetooth つながってないよ。あー、さっき切れちゃったのかな。印刷。お、あー、
飛んできた、もう一回やって。テープじゃなくて、端のどこに印刷されちゃったパターンですか、これ。あっかんない、向かって。おもろもう一回。印刷。あ、なんかテープの色が。これなんだ。あ、違ったんだ。あ、これだ。クラフトみたいな。クラフトだったんだ。あ、フィッシングキャンプ。星沢。全く意味がわからないと。本当だ。フィッシングキャンプ。あ、でもすごいな。すごいな。でも簡単ですね。簡単。なんか本当いろんな。すごい、こんなのすぐできちゃうんだね。いろんなのありましたよ。こんな。おラメラメの。すげえな。こういうテープを買えばいいんだね。そうなんですね。携帯でできるのが便利よね。はい。こうキーボード打たなくても、携帯でこう文字打つだけだからすごい簡単ですね。簡単。これいくらだったんですか。はい、税込み38,000円でした。おーい、28,000円ですね。はい。ありがとうございます。もっぺんなんか違うの出してよ。はい。じゃあちょっと。ちょっとクラフトだってもう分かってなかったしね。はい。クラフトだって分かってたらちょっとこういうデザイン可愛いんじゃないみたいな。こっちもクラフトなんだ。そっちラメラメかもよ。開けてみますか。これなんで。何とか分かるんだろう。書いてないよね。書いてないですね。パンフレットしか書いてない、ね。はい。何色に。あ、これは。グレーっぽいやつ。これこそ透明な。透明。を変えるんだ。変えます。おお。違う。ん違う。そう。今その状態のものをさ取ったばっかりなのにさなんでわかんねえんだよ。なんでだよ。透明な艶消しに合うようなデザインを、はい、本当にいろんなのあるんで。テンプレートあるんですね。はい。ネットショップラベル。おお。横だかね。お客様向けで。うん。生地の長さ98mm。太いやつだ。長さじゃなくて幅か。おお。長い。うわすごい。よくないですかこれ。すごい。おお。いいねー。これあれですね、なんか表示を注意書きするときとかも、はい、ちっちゃいので作れちゃう。これ作れますね、いろんなところに。いいですね、はい、ね、別になんかフォトショップとか使わなくても、その場にできちゃいそうだから、うん、いい感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。